そういえば昨日サンバカ5周年合ってる記念の配信ちょっと拝見したんですけど、そうだよね。ちょっとさ、いつもさ、自分が言う情報がさ正しいかどうか不安なところがあるそうそうそう、なんか〇〇のライバーさんを当てるっていうのもそう企画でされてて面白いなと思いながら拝見してたんですけど、名前もね出していただいたりして嬉しかったなというのと、すごいね、私リアルイベントって大好きなんだよね。そのオンラインのさライブももちろん好きだけど、やっぱりさ、その実際に会場に行ってペンライト振ってみたいなイベントが好きだからさ、おおすごいなと思って拝見してたんですけど電柱に謝る人、まあ、電柱にぶつかったことないんでね、もし人だと思ったら確かにあすいませんってなるかもしれないけど、さすがにね。でも私本当に暑い夏の日日傘をさしてたんですよ。でもう直射日光がすごくてさ、で眩しいし、もう全なんか全顔を覆うっていうか勢いで、その結構目深に日傘をね抱えてっていうか刺してたんですよ。そしたら目の前に車が止まってて、本当に硬いものとか持ってなくてよかったと思ったんだけど、そうドンってぶつかってはっって思ったら車だったっていうね。車って言っても止まってる車だったので本当に良かったんですけど、傷ついてないかなと思ってちょっとドキドキしたけど、持ってるカバンもふわふわのトートバッグみたいな感じで、服もね別に金具とかついてなかったので幸い体がぶつかってドーンってなるぐらいだったんですけど、そう、しかも日傘さしてたからなんか肘みたいなとこがぶつかって、なんか傘の柄がお腹に刺さるっていうあれはーってなって、そう車に謝った記憶ない、びっくりした。そう、でも自分でもなんでぶつかったか記憶にないんですよね。そう、でも傘の柄がお腹に打って刺さって、なんて言うんだろうちょっとびっくりしたっていう、でうってなって見たら車だったって誰も乗ってなかったし、そう、なので電柱にぶつかったら皆さんのご期待に添えるように謝ってみようかなと思います。電柱もね痛かったかもしれないしね、車も痛かったかもしれないしね。